パオロロナルド・モンテーロ・イグレシアスは、ウルグアイ・モンテビデオ出身の、元同国代表サッカー選手、現サッカー指導者。現役時代のポジションはディフェンダー。父であるフリオ・モンテーロも、元ウルグアイ代表サッカー選手、1対1に強いセンターバック。セリエ A 最多退場記録という不名誉な記録を持つが、マルチェロ・リッピ監督時代のユベントス FC では、ディフェンスのようとして活躍した。 ユベントスでは、セリエ A4 回、インターコンチネンタルカップに、それぞれ1回優勝した。しかし、2004から05シーズンに、ファビオ・カンナバーロが加入すると出場機会が激減し、2005年夏に CA3、ロレンソであるマグロに移籍した。2006年に地元クラブのペニャロールに復帰して、2007年に引退した。 ウルグアイ代表では1991年から2005年までプレーして61試合後得点。2002年 FIFA ワールドカップに出場した。2014年11月、フルスペニャロールの監督に就任した。2016年には CA ボカウニドスや CA コロンで指揮を取り、翌年1月より CA ロサリオセントラルと1年半の契約を交わした。ありがとうございます。